パダン料理店のテーブルに並べられた料理の数々。パダン料理はインドネシア西スマトラ州各地の料理の総称。ナシパダンとも言う。マレーシアとシンガポールではナシパダンとして知られている。西スマトラ州のカパウ地方のパダン料理はナシカパウと呼ぶ。なお、パダンは西スマトラ州最大の都市の名、ナシは飯を意味する。 インドや中近東の料理の影響を受け、肉や野菜のカレーが多い。唐辛子を使った辛い料理が多い。インド料理と異なり、ココナッツミルクで煮込む料理がほとんど。使用される肉は、牛肉、水牛、牛の腸、牛の脳、チキン、ダック。炭水魚はフナグラミー、タウナギ。野菜の種類は限られていて、キャッサバの葉、若いジャックフルーツ。 16捧ささげ、シダ、インゲン豆、ネジレフサ豆の木の豆となす。一般的なスパイスは、唐辛子、シャロット、ニンニク、レモングラス、生姜、ウコン、ウコンの葉、南京、胡椒、コリアンダー、キャンドルナッツ、乾燥したキャニモモ。デザートとお菓子以外、砂糖は使わない。さて、パダンだけは、例外的に、クミンとカレー粉を使う。パダン料理は、 手で食べる人が多い。食べる前に、水の入った碗で手を洗う。または近くにあるシンクで石鹸で手を洗う。ルンダンデンデンバラドソトパダングリルチキンのシラます。パダン料理は種類ごとに皿に盛り付けて、飾り棚に、ピラミッドのように重ねる。客は注文の必要がなく、テーブルに着くと、ウエーターがご飯と12種類以上のおかずを出す。 両手両腕を使って給仕人,人が上手にバランスをとって料理を客のテーブルに運ぶ。カレー類と汁があるおかずはスプーンで皿から取る。食べたくない料理には触れない。食べたいおかずだけで食べてその分の代金を払う。客が触れなかった料理は別の客に出す。店内にはメニューや料金の表示がないので知りたい場合はウェーターに説明してもらう。 観光客には料金や調理の面で不安要素はあるが、ほとんどのパダン料理はチェーン店で誠実かつ衛生面の問題も少なく、仮に代金を水増しされたとしても、西洋の基準からすれば非常に安価である。そんなに数多くのおかずがいらない場合、レストランに入ったらすぐに飾り棚に行って好きなおかずだけを注文する。これをなしらますという。 紙とバナナの葉で包んだ持ち帰り用のナシラマスをナシブンクスという、ありがとうございます。